はい、続きまして畑さんからの投稿になります。はい、はい、見ていきましょう。いただきます。おおお。やばいね、これ最後の着地の時の諦めたかも。ああもうダメだみたいな。やばいね。でもしかもこれスクリーミーなんで板を入れてんな。戻す予定だったんかな。多分戻んなかったんだね。なるほど。板をこう入れて入れ替える。でグラブを取って最後もう一回戻すんだけど、もう入れて抜けないから、あもうダメだみたいな。諦め諦めな感じが面白いね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、はい、HF さんからの投稿になります。はい、いただきます。おー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 。いいね、最後の止まり方いいね。まさか場外すると思ったら銀で止まってる。ナイスです。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。はい、続きましてですね、富田、はい、の日常さんという、はい、YouTuber さんの、はい、いただきました。見ていきましょう。ありがとうございます。はい、といただきます。おここ巻いてきた。スイッチうまいな。スイッチ。ああ、ほう。セーフって感じだね。これ重心前に抜けてたら多分逆エッジだよ。痛い。逆エッジなんだけど、うん、まあ痛いっちゃ痛いんだろうけど、もっとやばい食らい方するとか。そっか。おお、これ空中超怖いよ。最後の方だってブラインドサイド見えない側だからね。あ、これは怖いわ。もう全く見えない方向に着地が迫ってくるっていう、 あれは怖いやつだね。怖いです。ありがとうございます。ありがとうございます。 YouTube 見ます。はい、じゃあ続きまして陽介さんの投稿になります。はい、はい、見ていきましょう。いきます。おお、大丈夫。ケツ痛そう。おお、これケツ痛いやつだね。下手したらあのビンディングのこの上がった部分にもうジャストミート完全に下ったらマジ痛いやつ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましてですね、あずみさんチームさんからの投稿になります。はい、はいはい、こちらの動画ですね、あの大成くんが見てコメントしたというので、はいはいはい、だいぶやばい動画となっているらしいので、オッケー、はい、見ていきましょう。はい、はい、いただきます。おおおマジしょっぱこれはやばい。やばすぎでしょこれは。大丈夫。本気で心配になるんだけど、マジでやっば。だいぶね。最後人形じゃんね。吹っ飛ばされ方人形だよこれ。やば、笑っちゃいけないんだろうけど、うん、これはやばいな。ちょっともう一回抜けるでしょ。おお、あおお、これはやばいね。うわ、でもそうだよね、もう見てる人からしたらリアクション逆にできないよね。わーとしか言いようがないよね。誰、またもうダッシュで駆け寄るしかない。いやー、これは結構衝撃的な映像だね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましてゴエさんからの投稿になります。はい、これあのジョジョの、うん、よく聞くあの BGM を使った。これは多分分からないので、はい、はい、行きます。はい、行きましょう。おお、あー、え、これジョジョなの。あ、ジョジョ、ジョジョ。あ、そうなんだ。すごい、つく To be continued ってやつでしょ。そうです、そうです。はい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 、痛いな。痛いな。これは痛いね、確かに。これはやばいね。はい、なんかもうあれだ、ね、TikTok みたいな感じだ ね、 あ、 そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、はい、ZIM7 ジム7さんなのかな。ジム7、はい、ジム7さん。はい、ちょっと読み方間違ってたら申し訳ないですけど、はい、はい、じゃあ見ていきましょう。はい、どうなのかな。おお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 お雪質は。おお、なるほど。
惜しい惜しい、もうちょっとバーンなってたらもっと衝撃映像だったなるほどでも本人はね多分この時は相当焦ると思ううおーって感じだと思う、うんうんうん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて佐吉さんからの投稿になります。はい、はい、行っていきましょう。まーす、いや、おーおーあーやばいねこれ、おおこれ頭打ってんのかな、どうなんだろうね、やばいね、抜けやばいな。なるほどこれね、なんか海外の動画とかでもよくバックフリップやろうとする人の失敗でよく見るけど、うんうん、まあ、これの対処法としては抜けギリギリまで待ちましょうで、これの抜けやると絶対と言っていいほど回ってこないから、はいはい、しっかり抜け最後まで待ってイメージ通り回した方がうまくいくと思います。なんかレッスンみたいになっちゃったけど、はい、まあ次回は成功した、ね、成功したやつもね、はい、送ってもらえるとね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、はい、ルイさんの投稿になります。はい。ありがとうございます。行きます。これだ。おお。消えたね。消えたね。超ふかふかなんだろうな。ある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 。まあこれは慣れてないとこうなっちゃうよね。完全に兄のウォータージャンプと一緒だあれねまあでもパウダーだっていうのももう最初で分かったから、パウダーじゃないって考えるとゾッとするねもうちょっと練習を重ねてキッカーでできるように頑張ってみてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きの投稿が最後になります。はい、エアブモの最後だ。はい、トモさんの投稿、はい、はい、見ていきましょう。いただきます。おおおお完全オーバーじゃんあ、でもオーバーはあんまり今回の動画なかったからね、うん、怖いんだよオーバー、怖いんだよ、もうどうしようもないんだよ。そっか、着地見えてんのに、うん、着地遠すぎてオーバーしてくるってい う、 もうどうしようもない空中でね、空中でいやー、これはこれもパウダーでよかったって感じだねナイストライです、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、後半戦終了となりました。はい、前回に引き続き前半後半すべてエア部門を見てもらったんですけど、はい、どうでしょう。え、もう40分見た。もう40分見た。40分も見たんだ。はい。いやー、足りないね。もっと見たい。そうだね。いやー、でもやばい、ね、結構衝撃的なの多かったね。うん、なかなかね、うん、その後どうなったのかすごく気になる。この部屋の中からですね、はい、まあ、1人だけ選んでいただいてですね、まあ、その方に、はいはい、初代グランジクラッシュキングの称号と、はい、まあ軽くねプレゼントなんて渡したいなと、はい、思います。ともう一回ね動画に刺さってみて、はい、誰がいいか決めていきましょうか。はい、はい、じゃあいろいろとねめちゃめちゃ迷ったけど決めました。はい、はい、悩んだ結果初代プラネギクラッシュキングの称号を手にしたのは、はい、ナミクスさんです。ナミクスさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。やばかった、ね、痛そう何よりも、うんうん、あとあれが本人の声なんだとしたら、うん、怖いね怖いね決めてやっぱり痛そうってところだね。もう本当にインパクト見たときに、うん、やばってなった。それが一番の、うん、決め手かな、はい、なるほど。まあでも気になった人もいるんだ、うん、あの高田さん、高田さん逆エッジ、綺麗な逆エッジで来てくださってんのも、はいはい、だいぶ痛そうだった、はいはい、そっか、辰巳さんチーム、うん、あの落ち方やばい人形みたいで、おでもまあいろいろと迷った結果、うん、ナミクスさんかなっていう感じなんで、初代フラネギクラッシュキングはナミクスさんということで、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、ということで、まあ、今回は以上になります。はい、まだ一部編が一部がある、はい、残っております。楽しみだね。違った痛みが自分にはありますから、うん、はい、はい、またですねこの動画のコメント欄とかにですねその後どうなったのかとか
だね、気になるね、そう気になって怪我してるのかどうかよろしければコメントとかいただきたいなと思います。はい、はい、ということで、まあ、今回は以上になります。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。